屋敷安城の名はいたずらのものなるか。敵の打ち出す弾丸に波が怒りで水騒ぎ、私たち帰る紅の師匠の他に道もなく、先方大使我が軍の苦戦のほどと知られてる。この時一人のラッパ氏は鳥博たちの束の間も、進め進めと吹きしきる新軍ラッパの勇ましさ。その音たちまち打ち耐えて、うたたびかすかに聞こえたり、打ち耐えたりしは何故ぞ、かすかになりしは何故ぞ、打ち耐えたりしその時は弾丸の音頭を貫けり、かすかになりしその時は熱血機関に溢れたり、弾丸の音頭を貫けど熱血機関に溢れど、ラッパを放たず握りしめ、ゆんでに連れつく村田中、弾をその身は砕けても霊魂天地を駆け巡り、なお敵軍を破る乱、あの勇ましのラッパ氏よ、雲山万里駆け隔つ四千四万の腹からも、君がラッパの響きにぞ進むは今と勇むなり。